えー、今回、なんと S4 は2層トランジスタ積層型センサーを採用し、はい、これもせあの新しいセンサーです。S4、S4、ね、がまたちょっと出始めましたね。 あのー、さっき言った新機種が出るって言って 3, 3台のうち1台が最後の1台がこの FX シリーズこのっていうかその,その前に話してた FX シリーズっていう話でほぼ99%って言われてたからってことは要は4台目4台目っていうから新,新たな多分機種の、えー、例えばまあ電,電波帯が多分もしかしたら中国あたりに登録したら、あのー、次は満を持して S シリーズの新機種が出るんじゃないのかっていう。 ことですよねね、はいえー、ヶ月くらいかへ <laughs> 早いか、ね、早だから今回 S をすぐ S と同じような使い方をしたいのであれば S の機種を出たらね飛びついてもいいけど FX シリーズ狙ってる人はちょっと待った方がいいかもね普通に考えたらね。うん、はい で、えー、S3 のスペックに関する噂が出てると。はいでまた超眉唾なね、えー、今回なんと S4 は2層トランジスタ積層型センサーを採用しはい、これもせあの新しいセンサーです。えっ、ー、と私もちょっと具体的にはそんな勉強よく詳しくセンサーのこと詳しくいいわけじゃないのであれなんだけどもあの名前と。 名前を聞いた限りではあれだよねちょっと好感度に強い,強いやつだよね。であの別に同じ積層型だけど読み込みがまあ若干早いのかもしれないけど別にあの従来私たちが言っている連写ができる積層型とか歪まない積層型とはまた確か,確か違うんだよね同じ積層型でも。であの iPhone とかエクスペリアに使われている2層型あれ確か最近なんかの15とエクスペリアはなんかに。 何かの記事で2層型のトランジスタのやつを積んでるようなことをなんかちょっと書いてあったような気がするんだよだからもうすでに、えー、スマホレベルではもうとっくに、あのー、実用レベルになってるっていうことなんですよねでそれを採用しそれのフルサイズ版を採用するんじゃないのかとでそれによって、まあ、今まで散々言われてた、えーとまあ、感度に強い、えー、ダイナミックレンジが 高いカメラであるんだけどもう少しガス数がを上げれるんじゃないかということですよね。えー、驚異的な交換と性能を実現してると、えー、そのトランジスター積層型センサーを採用して。で、えー、S3 は登場してからもう4年4年だってすごいね S2 も出て4年か3年半くらいしてから。 S3 S が出たよねちょっと俺,俺調べられないからわかんないけど S3 から S4 がじゃなくて S2 から S3 が何年でもう S3 って4年すごいねそんな経ってんの俺なんかまだもうちょっと3年ぐらいかななんて思ってたんだ4年なんだへえもうじき4年えあせっかくだから拾うかなチャンネルやすさんこんばんはもう虫がすごい えっと新しいねセンサー積んでくれると嬉しいってやつでね「FX シリーズグローバルシャッターで出ててほしい」まあかるけどじゃあみんなあのあのあの好感度体制で大丈夫 <laughs> うんもうちょっと様子見かなうーん まあ歪まないっていう映像を撮れるのは唯一無二だけどね、明るいところで確保できるっていう部分では、それ以外ね、ちょっと、まあ、動画の方でもね、グローバルシャッターの恩恵っていうのはでかいですからね、まあ、私たちのアルファホビーブ部ではスチル派の2人でそういう話になってますから、まあ9.3が実際発売されて、まあ、これからですよ、何度も言うように、な発売されて、えー、スチルでどういう写真が撮れる。 えーとじゃあ実際一線の動画クリエーターがまあ何人かは9:3買う方がいらっしゃると思うんですよ。その9:3を買われた動画クリエーターの方がどういうその9:3のグローバルシャッター機を使ってどういう絵を出してくるかっていうところが今,度今後注目されると思うんですよね。うんまあそれを見てからじゃないでもねグローバルシャッターのね評価何度も言うように。あの ま、待った方はい。C2 ソニーストアに行ってきました。見送りましたがお金貯めて買おうという決心は変わっておりません。あ購入なさる予定なんですね、はい。メジャーどころに中華製のパーギアの CF エクスプレスがあ安定している不思議。まあ中国すごいよね。あれ,あれ中国製なんだパーギア。へえ。あれ安いやつだったよね。この前の、あの前、ー、あ セーあの赤いやつだよね赤と黒のやつだよね S3 にフォーカスブリージングアップデーがくるくる詐欺はなしよソニーさんだこれも FX3 にはできついたんだよねうんすごい虫がだからもうさ S3 もささっき4年約4年って言ったじゃない約4年でその間いろいろな機能が出てて いろいろな機能が出てさソニーはバージョンアップしてないわけだよ、まあ、たまにバージョンアップかけてもそのバージョンアップが乗らないっていうことはまあストレートに言えば乗せられないっていうことなんでしょうねもう4年経っても、うん、ちょっとねあの何、ー、ていうのかな、まあ、もうもうこの話も散々ファームウェアの話もさ何度も何度も言ってますけどソニーはしない しな,い会社しない会社なんだけどさすがにこの今回のちょっと Z9 とかのあのファームウェアのアップデートの話とか見ると、まあまりにも何て言うのかなまら、あ、ましいよ羨ましいんだけど真逆の方向性がすごいよねキヤノンはあキヤノンじゃないニコンはあれだけも何回すごいアップデートかけたもう知ってる限りで34回どころじゃないでしょ。 うん、だ当時はさアルファ1の方が多分 AF ちょっと良かったと思うんだよけどこれだけアップデート繰り返して精度がちょっとずつ上がっていくとまあまあ認識の部分ではねアルファ1 <laughs> a i f 積んでないから、まあ、そこはもうどうにもならないんだけどグリップ力とかそういうところはもしかしたら抜いちゃってるかもしれないよね、うんまあ、だけど実際どうなんだろうね あのリニアモーターじゃないレンズがたくさん多いからその辺がどういう風に出るかちょっと一概に私も使い込んでないからわからないんだけどもそういう部分に関してはだけどそこを差し引いてでもやっぱあれだけねこうファームウェアアップデートが来るしかも目新しい機能があまりにもバンバン詰めすぎてさ何て言うかな ちょっとこう噂で出てたさこういうのを積んでほしいこういうのを積んでほしいとか言われてたツイッター会話で言われてたことがさ、まあ、全部が全部載るとは思わないけど結構エコそれまで載せちゃうのそれまで載せちゃうのみたいなことがファームウェアアップデートでバンバン載せてるとさじゃあ片やソニーの α1 は何だったんだみたいな形になっちゃうじゃんねそれはね12年か1年半くらいの発売時期はあったとしても、うんね、なかなかそういうところ見ちゃうとね厳しいよね とああ、S3 が2020年ってことか。あ、もう,ええあえもう4年経ったってことあ、四年えあ、まだか。3年ちょっと、ほぼ4年。え千今2023だから20、21,22,23。あ、いいのか。20、21,22,23。あ、本当だ。<laughs> 本当だ、3年だほんとだ4年だ4年かあーちょっとねまあ出ないってことはないけどどうやって出すんだろうねだから何度も言う1200万画素以上で出すにしたってもう一回1200万画素で出して売れんのかって話だもんねこれにも書いてあるけどあせっかくだからあもうちょっとやりますかあとでスペック読み上げますけど噂のねえー、っと 縦ねはい、えー、っとあパンさんありがとうございます S が初期型が2014年6月2型が2型1年後へえ早い !1 年後の2015年10月ソニーすごいねこの辺このぐらい開発スピード早かったんでその時でなんと S3 に至っては ほぼ年年後5年すごいねあもう S2 って9年前なんだはあ最近のカメラだような気がするけどそうなんだへえそう考えるとその前5年か。 5年すげえなー2015年から2020年まあ4年四年だもんねうん出てもいいねもうけどビヨンズ XR の初期だもんねか限りなく初期型だもんね、うん、AIA 普通んでなくてもビヨンズ XR FXR の初期型の AF より今全然良くなってるもんね。なるほど。写真も動画もするのですが、メカシャッターを FX3 には付いてますので不便だけど、スチールも良いので使ってますが、次はメカシャッターレスでと思うので S4。あー、なるほどね。FX3 はメカシャッターレスになるだろうね。もう積む、積まないだろうね。 そう考えるとメカシャッターを積んだ S4 の方がいいっていうことも考えられるよね。キングトヨクスさんこんばんは。S3 と α1 のフォーカスブリージング補正のアップデートは9.3発表時に予告されてました。ああのー、あの中にリストに入ってたんだ。あじゃあいつ,い,ついつかは来るそうです。はいよかったですね。もう私あそこの内容ちょっと全然覚えてない。ごめんなさい。